おはようございます。どうぞ。 OK、 ご飯食べよう。ご飯食べ、前回の動画もですね、ここで撮ったんですけど、午前中撮ってたんですけれども、雨が降ってきたので退散して夕方に来ました。でも結構曇り空。では晩ご飯いただきましょう。久しぶりの米です。マジで久しぶりな感じです。いつもは大盛りとか頼んでしまうんですけども、今日は中です。まあ普通です、標準。いらっしゃい。紅生姜も今母さんがこけながらくれました。いきまーす。うまっ。ああ、久しぶりの米。丸米くんどうですか、牛丼は。何グーグー。うまい。食べてから滑ろう。マスコット。ああ、しんちゃんのマスコットね。恐竜の。はい。よいしょ。今日のカメラはですね、ソニーの ZV-1 です。本当にコンパクトで取り回しやすいカメラですね。これはこんな感じです。さーっと滑って、あー超気持ちいい。なんかね、めっちゃ雲があるでしょう。あっちの辺は多分ね、雨降ってると思うんですよね。そうそう、で日差し強い時はあっちまで行って、あの橋があるじゃないですか、あっちの下が結構影になって風も通しが良くて気持ちいいです。ああ、この夕方のね、涼しいこの時間帯、これでクルージングできるのはかなり気持ちいいですね。丸米くん、じゃあプロテクターやろっか。うん、よし、こっちおいで。じゃじゃーん、完成しました。丸米です。イエーイ。じゃあ乗っちゃってください。Go, go!日は変わりまして、今日は濃厚とろーり月見バーガーを食べます。これね、毎年待ってましたよ。バンズがうまいんですよね。うん、めちゃめちゃ濃厚。うまっ。はい、ということで丸米くんが幼稚園から帰ってきたので、今日はスケボーをね、しに来ました。こういうところでちょっとキッズができるようなところです。丸米くん、やっちゃってください。かっこいいとこ見せてあげてください。前足にね、体重かけてくださいよ。はい、丸米くん、かっこいいとこ見せてください。はい、練習が必要ですね。じゃあちょっと丸米くんができるようになってるので。おお、いいね。 OK、 じゃあ行ってもらいましょう。丸米くん、どうぞ。おお、いいね。おお、いいじゃん、いいじゃん。マジでこういうコース初めてなんですけど、いや、むちゃくちゃ難しいっすね。
やばいわ。じゃあ丸駒くんもう一回さ、ここシューシューっていくやつやって、シューシューっていくやつよろしく。おお素晴らしい。これ一日でこれは素晴らしいんじゃないですか。イエーイグー。丸駒くんどうでしたかスケボー。何何グー。お寿司食べようね。じゃあ腹減ったね。どうでした、美味しかった。美味しかったよ。当たったねこれ、うん、開けて。これ何、開ける、開けようか、うん、開いた、うん、ちょうだい、はい、それ何、見せて、それ何よ。仮面ライダー仮面ライダーのやつ。じゃあご飯も食ったし、もう一発スバリに行こうか。さあ丸米くんご飯食べた後でもう一発頑張ってスケボーの練習しましょう。はーい、ゴーゴー。おーいいね。おーぼやけた。はい、日は変わりまして、今日は何をしに行くんですか。ボード。またボードですか。スケボー毎日ボード行ってますね。これ行くんですか、ランプ。行ける？じゃあ行きましょうか。うん。おいっす。丸込くんやってきましたね。うん。ここは総社にあるなんてとこだっけ？エスパス。エスパ。エスパ？エスパス。エスパス？っていうところらしいです。おーおーおー。行くみたい。行けるん？いけるんかね。嘘やろ。え？いけるんだ。すってんころりん。丸込くん、暑いね。暑い。暑いね。どう？楽しい？楽しい。はい。ということで終わりました。むちゃくちゃこけましたね。で丸米くんは今どうなってるかっていうと、こうなってます。 I am perfect human。 こんな感じです。まああのランプをですね、丸米くんは往復できるようになって、一番最後にねくるっとターンはできるようになったんですよ。でもね僕はもう往復すらできないです。スタート行くのは行けて、戻るときにね絶対こうバランスを崩してこけてしまうんですよね。なのでもう丸米くんに教えることは何もなくなりました。ありがとうございました。今日はですね、だいたい2時間半ぐらい滑って、そっからね帰る途中にもう丸米くん爆睡という感じだったんで、ちょっと明日もオフなんで滑りに行こうかなと思っております。ちょっと何日かにわたっての Vlog になってしまいましたけれども、またこういう動画撮ろうかなと思います。じゃあありがとうございました。さよなら。パーフェクトヒューマン。